してもらいたいですけどね。一本打ちたい場面ではありますよね、はい、うまく打って右中間の真ん中割っていった。坂口が三塁キャンバスを蹴ってホームに帰ってくる。中島もセカンドへ。中島らしく右方向に持っていきました。5点目。感じよかったじゃないですかね、今のヒットは。この回は簡単にツーアウトになって、坂口が粘ってツーベース。そのもらった1打席で中島がツーベースタイムリー。これもね、あんま甘くないんですよね。コースは来てるんですけど。